皆さんこんにちは株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です今日もよろしくお願いします今日の動画ブログは心の整理というテーマでお届けいたします、えー、本日午前中ある、えー、企業のですね、えー、管理職研修を行っていました、えー、テーマは、えー、心の整理であと頭の整理 ですね普通の整理整頓とかって言いますといわゆる職場とかね工場とかそういうところの、えー、必要なものと必要じゃないものを区別して、えー、そして必要なものであればどこに置いてあるかをすぐに分かるようにするっていうのが整理整頓っていうことなんですけども、えー、まものの場合はですね整理をするってことになると捨てればいいというね非常にこうシンプルな 行動で整理ができるんですけども頭の中とか心ということになるとなかなか整理がつかない場合があるのではないでしょうか理由は簡単です例えば心心のですね必要なものと必要じゃないものこの感情をですね必要じゃなければじゃ捨てれるかっていうとそうは人間の心はそうなっていません。 ただですね、えー、感情をこうまあ明文化っていいますか例えば紙に書くことによって、えー、ある程度整理をすることができる、うん、まあこういう感情を自分は持ってるんだなと、えー、だけどこの感情は捨てた方がいいなとか、えー、そしてですね紙に書くことによって でよっってて非常にこう高ぶってた感情例えば怒りとかあってもですねそれがこう沈静化する静まるというですね効果もあるような気がします。というので心の整理をするというのはですねえまずは紙に自分の感情を書き出してみる、うん、でそれをですね一旦、えー、こう受け入れるまあしょうがないですもんね。えー、どんな例えば A さんっていう人に 頭に来てるんだったら、ね、バカ野郎って書いてもそれはいいでしょうこれは何でもいいと思うんですそれで自分を客観的にこう見てみるっていうねパナソニックの創業者の松下幸之助さんもね自分を客観的に見るそしてじっくりと分析してみるってことが非常に難しいというふうに言ってますけどもその第一歩となるのが自分の感情を紙に書いてみるということではないでしょうか まあそんなことで今日あの心の整理とかね頭の整理っていうテーマで検証をやっていましたけどもまずは紙に書くっていうことをやってみてはいかがでしょうか、うん、そして自分の感情がまたどうなるかっていうのをですねじっくりとこう観察してみればいいのではないでしょうか今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長川博之でした。